マシュードナルド・ヘイグは、アメリカ合衆国、ワシントン州キング郡ベルビュー出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2007年の MLB ドラフト11巡目で、クリーブランド・インディアンスからで指名されたが、入団に至らなかった。2008年の MLB ドラフト9巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、プロ入り。契約後に、参加の A-Q ・ステート・カレッジ。 スパイクスと A 級、ヒッコリー・クローダッツへ所属すると、2球団通算で公式戦64試合に出場。打率、322、6本塁打、32打点、1盗塁という成績を残した。2009年には、A 級リンチバーグ・ヒルキャッツで公式戦122試合に出場。打率、293、8本塁打、50打点、3盗塁を記録した。 2010年には a a q アルトゥーナカーブで公式戦135試合に出場。打率295、15本塁打、86打点、3盗塁という成績を残した。2011年には AAQ インディアナポリスインディアンスで公式戦141試合に出場。リーグ最多の165アンダを放つとともに、打率309、12本塁打。 75打点、4盗塁という成績を残した。シーズン終了後の11月19日に40人枠へ初登録。2012年にはスプリングトレーニング中のオープン戦で両リーグ最多の7本塁打を記録した。開幕をメジャーリーグで迎えると4月7日の対フィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。翌8日の同カードでメジャー初安打を記録した。 しかし、メジャー公式戦全体では30試合の出場で、打率229、0本類が7打点、1盗塁という成績にとどまった。その一方で、AA 級インディアナポリスでは公式戦91試合に出場。打率28、34本類が54打点、3盗塁という成績を残した。年には、 トリプル A 級インディアナポリスで公式戦142試合に出場。リーグサイトの153安打、打率285、8本塁打、69打点、4盗塁を記録したが、メジャー昇格の機会はなかった。2014年にはトリプル A 級インディアナポリスで公式戦93試合に出場。打率267、14本塁打。 66打点、1投類の成績を記録。2年ぶりにメジャー昇格を果たしたが、3試合の出場で2打数、無安打に終わったため、8月14日に DF を受けた。2014年8月18日に、ウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍。三カのトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ所属すると、公式戦13試合の出場で打率。七十七。 一本塁打、十打点を記録した。ただし、移籍後は、メジャー公式戦への出場機会がなかった。2015年には、開幕から、トリプル A 級バッファローでプレー公式戦136試合の出場で、リーグ最多の177安打、打率、338、11本塁打、92打点、5盗塁という成績を残したことから、 インターナショナルリーグの MVP に輝いた。また、8月と9月にはメジャーへ昇格。通算10試合の出場で打率250を記録した。11月24日に自由契約。2015年11月30日に NPB の阪神タイガースと1年契約を結んだ。この年まで6年間在籍していたマットマートンに代わるクリーンアップや レギュラー三塁手としての起用を想定した契約で、背番号は36、推定年俸は8000万円。2016年には、春季キャンプの終盤から、左脇腹の張りで、スロー調整を強いられた。オープン戦でも打率、194、0本塁打と低迷したが、中日ドラゴンズとの開幕三連戦では、3番、三塁手、として、スタメンに起用。 3試合連続で敵地打を放つとともに3試合を通じて4打点を挙げた。阪神への入団1年目の外国人野手が NPB の一軍開幕戦から3試合連続で敵地打を放った事例はこの時の平具が初めてであった。さらにジカードの2戦目である3月30日の対東京をヤクルトスワローズ戦で来日初本塁打を記録した。四月中旬以降は 自身の体調不良、打撃不振、外国人投手による一軍救援陣の補強を優先したチーム事情などの影響で一軍と二軍を往復。ウエスタンリーグ公式戦では三十四試合の出場で二本塁打ながら打率三百三十九を記録した。シーズン三度目の出場選手登録抹消以降は一軍へ復帰できずシーズン終盤の九月十三日には 右肩痛の診察と治療を理由にアメリカへ帰国。シーズン終了後の11月15日には、翌2017年の契約を結ばないことが、球団から発表された。12月2日に NPB から自由契約選手として講じ、2016年12月21日、ミネソタツインズとマイナー契約を結ぶことで合意した。2017年2月には、 招待選手としてメジャーチームのスプリングトレーニングへ参加。11月3日に FA となった。2017年12月13日、シアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶと報じられ、2018年1月16日に正式に契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、4月24日にリリースされた。 2018年4月27日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだが6月13日にリリースされた2020年にトロント・ブルージェイズ参加 A 級ダニーデン・ブルージェイズの打撃コーチに就任したが新型コロナウイルスの感染拡大によりマイナーリーグの開催が中止となった2021年はブルージェイズ参加 AA 級 ニューハンプシャーフィッシャーキャッツの打撃コーチに就任し、改めて指導者としてのスタートを切った。強い打球を広角に打ち分ける、中距離打者で、マイナーリーグのトリプル A 級では、リーグのシーズン最多安打を3回記録。本塁打数こそ、シーズン最多で14本と少ないものの、2011年と2013年に、それぞれ37本の二塁打を放つなど、 確実性と長打力を兼ね備えている。2014年には NPB の読売ジャイアンツが有料外国人野手という評価のもとに獲得調査を進めていた。公式戦では主に一類手として出場。阪神入団の前年にはブルージェイズ参加バッファローの三類手としてトリプル A 級の公式戦60試合に先発で起用された。 しかし、三塁の守備で9失策を記録したほか、三塁一種としての守備率も943にとどまった。ブルージーズ参加バッファロー時代のチームメイトだった川崎宗則は、平グの半身入団が決まった後の取材に対して、選球眼が良くて、体や肩が強くて、一塁や三塁の守備でよく動ける。感情を表に出すタイプではないけれど、 うちに秘めた投手や野球に取り組む姿勢が素晴らしいので、日本の野球に合うと思う、というコメントを寄せていた。阪神入団の直前には、マートンと同様に、左翼を守れることが一部で報道。一軍ヘッドコーチで、内野手出身の高城信弘も、三塁一手としての、守備力が低いことが、練習や実践で判明した場合には、左翼手として起用する構想があることを明かしていた。 実際には2014年にトリプル A 級のインディアナポリス・インディアンズで一試合だけ右翼の守備についただけに過ぎず、阪神在籍中にも外野手として公式戦に出場する機会はなかった。トリプル A 級バッファロー時代には川崎と一緒にスシア行ったり、川崎から乾杯という日本語を教わったりしていたという。ちなみに阪神への入団後はヒーローインタビューで 乾杯コールを披露している。自身のツイッター公式アカウントへの投稿を通じて、ファンと積極的に交流している。阪神と正式に契約した直後には、球団の公式発表に先んじて、入団を公表するツイートを画像付きで発信。その画像には、署名したばかりの契約書の一部や、当時結婚したばかりの妻と揃って、阪神のレプリカユニフォームを着た。 自身の姿も映っていた。ヘイグ自身はツイッターへの投稿について自分はファンとの交流を楽しんでいる。多くのファンが応援してくれることへの感謝を込めて少しでも交流していきたいと述べていた。ありがとうございます。